そして次は、その台湾の安全についての交渉を、していただきたいと、特にその武器を提供して、まあ、台湾に専守防衛ができるようにしていただきたいと。第三个就是希望能够对这个地区，包括中国在内，往民主、自由、人权发展这个道路的保证。尤其美国总统奥巴马在就职的时候不断强调，美国希望扮演世界上民主、自由阵营的领导者的角色。そしてアジア地域に、まあ、これからが、自由民主の道を、歩むということを保証していただきまして、特にオバマ氏が、就任のスピーチの中でこれからアメリカが、世界の民主そして、人権の陣営のリーダーになるという宣言をしたのでそういう点を、守っていただきたいと。最後美国長久の立場就是台湾問題的解決或者是台湾的前途必须尊重台湾人民的民意，我们希望美国的政府能够再次保证两岸的问题，尤其是要尊重台湾人民的意愿跟选择。最后に、アメリカの長年の立場としては、台湾の未来は台湾人民全体の意思によって決定されるという一点にありますので、これからのアメリカにも、アメリカ政府にもこういう政策を守っていただきたいと。真正的和平应该是建立在民主跟自由人权的基础之上，所以我们今天的诉求就是希望和平很重要，但是不应该牺牲民主跟自由。而我们希望奥巴马总统你能够采取行动，让你的诺贝尔和平奖能够实至名归。真の平和というのが民主と人権の上に成り立つものでありまして。まあ、その民衆と人権を犠牲にして成り立つものではないと我今日それは今日の我々のお二人でございまして、そしてオバマ氏に、本心の活動、強盗をしていただきまして本当にその今後の、民衆と人権を守っていただきたい。好，详细的声明内容各位都有这个书面资料，那我们先开放记者提问，然后有问题的或是有任何的看法不要客气，然后我们再请两位还没发言的贵宾来做个简单的回应。詳しい内容は、まあ、記者の方々に配った、まあ、そのパンフレットの方にありますけれども、これからはモントタイムに入ります。好，在座的这个媒体朋友或是贵宾有没有什么这个问题要提问的？来请。台湾海外网哈，蔡明翁啊发言，和平不应该牺牲民主自由，和平不应出卖台湾。今天我们的声明是针对奥巴马啊，请问一下，我们有没有比较具体的方案，和用什么方式，或是用什么行动，让台湾人民？呼吁，比如说呼吁执政党，呼吁社会，呼吁整个国家的人民，怎么对这次奥巴马跟中国的立场，还有最近执政党倾向中国越来越严重，好像有出卖台湾的倾向，是不是这个和平不应牺牲民主自由以外？应该再加强和平，不应该出卖台湾，出卖台湾的利益。谢谢。谢谢，我们先收几个问题之后再一起回答，好不好？不知道各位有没有？好，没有的话，我们先请那个张志贤。奥巴马总统他在就职演说的时候提到，他对建国的理想。先人建国的理想不会因为权宜之计而放弃。那他也承诺，奥巴马在就职演讲时他承诺，凡是追求尊严跟未来的尊严跟自由和平的这个国家，男男女女儿童都是美国的朋友，而且美国已经准备好要重新领导这个世界。所以我想，我简单的说，奥巴马先生，我们期待你，我们也相信你，对于美国人民跟台湾人民追求自由的基本幸福的这个权利，不会采取双重标准。谢谢。今回の、まあ、
オバマ氏が就任した際にスピーチの内容で、その民主と自由はアメリカのこれからも永遠に守る価値であることを述べていただきましたので、ですから自由、民権を、人権を応援する人は、その男女同弱を問わずに、それは全員アメリカの友人であることを我々は信じております。好、谢谢。在座各位还有什么问题？没有的话，我做个简单的一个说明，就是说，奥巴马是礼拜天晚上会到中国，会到上海去。那未来他几天在亚洲的行程，尤其在中国的行程，我们这些社团将会密切来关注。如果有任何的发言或任何的一个做法影响到甚至伤害到台湾利益的话，那我们这些社团绝对会在第一时间做出最强烈的反应，也希望能够在第一时间就让国际社会听到真正属于台湾人民的声音。那我们也期待最大的一个反对党民进党也有更积极的动作能够采取，在必要的时候把台湾人民声音，尤其是那绝大多数相对来讲可能比较微弱的声音能够发生出来。今回オバマ氏は今週の日曜日にの夜に上海に到着することになっておりまして、我々がですね全員彼の行動をつぶさに観察していまして、彼の行動にもしかしてその台湾の国益もしあるいは我々の人権自由を損なう行動があれば、我々は直ちに立ち上がることになります。そして何らかの言論を発表するときには記者の方々にすぐ連絡いたします。好、那我们今天记者会就到这边结束了。谢谢各位媒体朋友的出席，谢谢。今日の出席ありがとうございました。